それでは阪神カップと復調生活本ちゃん行きましょうはい早速行きましょうレッツェッコはいえー、出走表阪神カップですましたねはいえー、とですね本命をゴナールグリア下げましてレッツゴー尊敬でいきましょうはい えっと、単勝まだ8倍台。もうちょっと明日売れるかなとこですね、えー。引退レースで。内訳入ったらチャンスかなぁと思って。グランアレグリア。うーん、でもよかったんですけど、せっかくの引退なんでね。えー、せっかく内訳の2番手いう絶好枠入りましたので、速ドンキでいきましょう。はい。引退レースは勝たしても笑えるでしょうという、えー、甘い考えですけど、結構甘い、結構甘い。はい。 で前から言ってます通り、スプリンザーステークス、ビクトリアマイル、高松の駅伝と、えー、1000人ずっと使われてまして、まあ地盤がね、前見た通り1用0 0の地盤がないんで、1000人をずっと使ってましたけど、やっぱり本来は、えー、半球杯2着、えー、そして半身バステークス、えー、京都か、京都インバステークスで買ってる通り、んやっぱりね、1用0 0がベストやと思ってますんで、うん。 えー、ようやくこの舞台戻ってきましたんで、前走ダートドガイシです。まあ、頑張ってください。えー、2走前、3走前、4走前、えー、7歳番になんですけど、上がり使えてますし、えー、問題ないです。のトロはないと思うんで、よろしくお願いします。はい。<coughs> 21日、引退式、阪神競馬場5時から行われます。多分、人多いでしょうね。レッツゴドンキーファンいるでしょうか勝負です。頑張ってください。 はい、えー、対抗グランアレグレにしておきましょう、えー、元々の本命候補ですけどちょっとレースゴドンキの関係で1個下げもらいましたはい、えー、7ヶ月半空き、えー、ますけど、まあ、以前その NHK マイル膠着ですよねはいえー、おかしおまで、えー、完璧なレースだったんではい戦意音は合うって書いてますしうんはい関東馬が10年間で8勝となかなか関東馬が頑張るレースなんですけど もと、はい、元々 g 1 c o、えー、仕上げっていうかなスプリンターズステークスに向けての仕上げだったんですけどまあ回避ってことではい、えー、この舞台やっぱり格が違うと思われますんでよろしくお願いしますはい、えー、3番手、えー、フィアーノ・ロマールで行きましたはいえー、こっからですねもともとマイルチャンピオンシップの先行て段体組が馬券から見えすすようと説明しとってはい えー、フィアノロマーのマイスタールガンチャーですねここまでが、えー、前走マイちゃん先行して失速組ですねはいここを狙っていきましょうということで今回ちょっとね主軸はマレツゴ子時グラーレグリアに譲りましたけどまこの3頭押抑えておかなあかんと抑えてますでその中で黒三角アンジョスミオさんということで外人がね、えー、ここ十年ですか えー、去年シーデム2、えー、年前ルメちゃん3年前ルメちゃんデムちゃん4年前デムちゃん5年前ビッグシーデムちゃん6年前ムーアさん7年前ムーアさん8年前デムちゃん9年前スミオンルメール10年前デムーロってことで 過去10年ぐらいですかずっと最強外人とかもう外人サーバー券絡むっての手足で、はいうのが鉄則で今回のめちゃんとまあ角谷さん絡むかなと思ったんで外人戦でフィアナルマーのコンサート仲直ししておきましょうはい子ま自身ももともとファイナルステークス等々戦4で活躍してたのですしダービーを勝ってますねでその後 G1G1 走って惨敗とまあ自己条件も終わってますんで頑張ってください マイイスタイルには人気、まあ、こちら前三前ちゃん4着なんでまあ強いですよねファンステック3着博多的に勝ちましたしえー、ガンちゃん今日の外回りですけど一応されておきましょう人気6番人気人気落ちてますんで内回りの阪神戦を話をおたにいたものですけど一応買っておきましょうはいでここ一頭、えー、ですね特注馬なんですけどノーワンと迷ったんですけどこっちにしていきましょう ロジックライですね内枠やからノーのンのが強いかなと思ったんですけど、えー、フィーリーズレベル買ってますんではい一回一応こっちら枠へ戻ってチャンスかなと思ったんですけどはいロジックライでおきましょう、えー、このまま前走休み明け、えー、5番人気で惨敗したんですけど、はい、2走前もお外引いて負けてまあずいぶん9着コンマ5の差やしはいえー、まあもともと前で話してたんですけど えー、今年ですよね今年やったっけ阪急杯3着やったんですね。ってことで阪神専用もあんことない適正に見せましたでその後 G1 で4番に98着でしょ、えーね、また専用を走って、ね、また3着来てますんでまあ戦4が意外と合うかなと思ってますんで前座休み明けしで度外視前々座席田で G1 大外度外視考えるともう一回自己条件を持ってきたチャンスかなと思ってますやや外の置きましたけど問題はないとは思いますんでよろしくお願いします。 まあ去年でね、富士ステークス買ってますんで、能力は取れてないと思うんでね。うん。よろしくお願いします。たたに2層目で阪神カップ来てますんで、本気だと思ってます。よろしくお願いします。えー、舞ちゃん回避してますもんね。去年走ったよね、舞ちゃん。人気なかったと思うけど、去年走ったよね、中身どこ去年走ったよあれ、走ってないあれ舞ちゃん走ってなかった走ったね。去年順序か。 はい今年は富士ステークス負けたとこっち来ましたんで多分勝ちに来てると思いますんでよろしくお願いします。はいということで、えー、阪神カップは合計るし6等でいきますはい続きまして復勝生活いきましょうはい復勝、えー、生活ですけどえっ、ー、と と衝動的にこのままでいきましょう。衝動的でしすれきな。下坂と区別できましたね。再びメロディーレーンですね。おそらく一番人気になりそうですけど、はい。喫下症5着場ですよね。ちょっと前奏は人気出と思いましたね。前奏とか前奏の結果でね。多分一番人気になりそうですね。はい。えー、っと、半身24と、えー、ここですね。半身26で、貧馬ですごいスタミナで差し使おうってことで、えー、副賞でお世話になったんですけど、さすがに今回はもう、 さすがに喫下賞5着場皆さんほっとけないでしょ。人気集まりますけど、一番人気、二番人気で、成績伴うかどうかですね。前奏。はい。ワールドベイミア相手にコンマヨンと、全然、えー、ヒン馬で喫下賞ですからね。すごい内容でしたね。早上がりも最速でしたし、頑張ってください。メロディー、レーンね。はい。うん。来年のエリザベス女ぐらいで会いましょうか。エリザベス女王でもちょっと綺麗短い気がしますけどね。今日だしね。頑張ってください。はい。それでは、カメラのに戻りましょう。 はい、ということで、えー、本命はレ後ドンキー。今回、ちょっと買い目買いまして、単勝インターレースということで,くらいで3、頑張ってください。はい。あと、人気落ち着きのロジくらいアーさん、頑張ってください。はい。あと、八坂特別、ちょっとベタレスケラメロディーレーンでいきましょうか。あお風呂沸いた。<laughs> はい。ということで、えー、また、えー、明日、ライブお会いできて、お会いしましょう。そして、有馬絹代さんもよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。